ニュージャージー州ショートヒルズのダウンタウンショートヒルズはアメリカ合衆国ニュージャージー州ニューアークの西郊外にあるコミュニティで CDP でもある。ショートヒルズはアメリカ合衆国ニュージャージー州エセックス郡ミルバーン内にあるコミュニティで CDP にもなっていてニューヨーク市で働く住民に人気のベッドタウンである。 2010年アメリカ合衆国国勢調査の時点で CDP の人口は13,165人であった。ショートヒルズは裕福なコミュニティである。不動産データジロを引用して、ウォールストリートジャーナルは2012年2月の住宅の平均価格は175万ドルであったと報道している。パセイック川近くのモリース郡とユニオン郡の両方との境に、 有名な高級商業地区、ショートヒルズモールがある。2014年、タイム氏は、ショートヒルズをアメリカで最も豊かな街と呼び、10分の7の世帯の収入が年間15万ドルを超え、米国で最も高い割合を占めているとしている。ホーブス氏によると、2016年のショートヒルズの収入の中央値は229,222 22ドルであった。2018年、 ブルームバーグは、ショートヒルズを国内で最も裕福な100の地域の5番目に、ランク付けし、平均世帯収入は35万4479ドルで、あるとした。ニュージャージートランジットの通勤鉄道、モリスエセックス線の、ショートヒルズ駅がある。また、ニュージャージー州道24号、週間高速道路78号線にも近い。 ショートヒルズの著名な住人は次である。など、フィリップ・ロスチョの小説、さようなら、コロンバスは、ショートヒルズでの若い、ユダヤ人男女間での出来事を扱っている。ありがとうございます。